こんにちは。どうも、僕監督と申します。本日もワールドサッカーコレクション S ワサコレやっていきたいと思います。はい、僕監督ゲームチャンネルでは毎週水曜日15時ですね、ワサコレ動画を配信しております。はい、ちょっとね、オープニングの画面がね、変わってましたね。ベッカムがね、出てましたけれどもといったところで、さあ、やっていきましょう。超 CLS ドリームイレブンガチャ。これが来てるんですけどね、残念ながらね、エナジーボールが全然足りないということでね、今回はちょっと見送ることになりそうです。はい、非常にもったいないな。これやったらね、もう、エナジーボール置いとったらよかったな、っていう気がしますが、ワスコレバンプがね、来ております。はい、やっぱり苦戦してんのかな？あ、苦戦してますね。一勝もしてません、今。はい、非常にまずい状態ではありますが。まあまあまあ。はい、ということで、まあ今週はワサコレグランプリ。そしてスタンプマッチが来てます。はい、今日もね、ガチャ券開封していきたいと思います。はい、使用期限付きガチャ券ですね。新生活応援、コスト22以上ガチャ券、この辺のが2つと、桜祭りのコスト20以上ガチャ券でね、先のイベント、なんてかな。まあ、イベントのね、ワサコレ強化キャンプか。それのまあ報酬、8万ポイントが貯めたんで、まあ、1回ね、コスト26以上ガチャ券、ガチャかな。それが1回回せますね。はい、ということでね、どんどんやっていきたいと思います。でまずはね、コスト22以上、新生活応援。まあ、何を応援してるのかよくわからないですけども、やっていきましょう。はい。回していきます。さあ、まあ、新生活応援ということでね、非常に優しいガチャになっているのかなといったところですが、まあ、全然優しくないですね、やはり。はい。あ、手足提言や。これどうや。あ、コスト30か。いや、もうちょっと高くてもいいよな。冷静沈着なモダンゴールキーパー。うん。まあ、今やね、手足提言のね、評価はうなぎ登りですんでね。数年後になったらね、もっとね、コスト高くなってると思います。まあ、それまではワサコレがあるかどうか、ちょっと疑問ですけどね。はい、桜祭りコスト20以上ガチャ券、こっちから行きましょう。さあ、はい、コスト20以上なんで、ちょっとね、微妙ですね、やはり。回ってるのは微妙。お、でも、来た！ GCS！ よっしゃよっしゃよっしゃ、いいぞ！幸先よしか、あ、エロリス・カリウスやな、これ。ええんちゃう？だって、リバプールの正ゴールキーパーでしょ？全然良くないわ。ロリス・カリウス。まあ、頼むで、期待させだけさして。はい、ということで、コスト30、ロリス・カリウス。なんで、リバプールの正ゴールキーパーなんでこんな低いね。おかしいだろ。はい、ということでね、どんどんやっていきたいと思います。バンディエラ行こうか、先。バンディエラスタンプガチャ券ね。一応これスタンプマッチのね、報酬なんですけれどもね、先にね、蹴っておきましょう。さあ、行こう。バンディエラ、バンディエラ。バンディエラカードってね、全然いい思い出ないんですけどね。このカードが最初に来たとき、確かね、一平やっとったのかな？これなんやろ？なんかごっついペールに似てるなと思ってんけど、全然ちゃうな。アレックス・グラネル。うん。カーマーティン・ホワイト。CT カーマーティン・ホワイトっていう、こうね、架空のチームですね。もう誰かわからない。はい、ということでね、再び、新生活応援。コスト22以上ガチャ券いきたいと思います。これ毎日もらえるガチャ券なのかな？なんか、毎日最近もらってる気がします。まあ、毎日といっても2日連続やけどね。さあ、行きますか。あかん。星5や。星5多いな。お？モラタや。ちょっと待てよ。モラタってもうチェルシーでね、今や、エースとして君臨してるでしょ。さあ、そんなモラタの、コストは32。進化するゴレアドール、マジカルフットボールと、エクストラスキルが、ディフェンスダウン強。まあまあいいんかな。どうやろう。コスト30に使えるかな。微妙やな。いやー。なんやろ。まさこれ以外のゲームやったら何でも使えそうやねんけどな。はい、ということでね。さあ、ガチャ券すべて出て終わりました。結構早いですね。ではではでは。ミキサー先いけるかな。ひょっとしたら星5のミキサーとかがいけたりなんかしちゃったりしちゃったりするな、これ。絶対。ハンダのとこへと。ちょっともったいないけど、ここ行く？ここをグリックはちょっとね、オフェンスダウン今日これ使うねんな。あ、全然あかんやん。3選手しかおれん。いや、そらまずいな。さすがにちょっとイスコはね、イスコはね、もうアルゼンチンとのね、親善試合でね、あ、間違えた。大活躍。ハットトリックのね、大活躍ということでね、まあ置いときたい選手であるよな。試合か。こっちの方ですね。はい、これです。ワサコレ強化キャンプ。まあ、8万ポイントね、行った時点でね、切り上げました。大体ね、まあ、8万行くか行かないか、結構カツカツなとこなんですけどね、毎回。で、まあ、久しぶりにね、今回8万ポイント行ったということで、コスト26以上、選手獲得。これ行きます。はい。
さあ行きましょう。本当はね、まあいろんなね、エクストラスキルとか上げたいねんけどね。やはりガチャがあるとガチャを行く。はい、行こう。来た。よしよしよし。NDS です。NDS。さあ、どうだ。おお、レナト・サンチェス。これ来ましたよ、若手。若手。うん。さすが若手。若手に対するね、ちょっと、ワサコレのね、評価厳しいですね。コスト28。まあね、そんなに活躍もしないかな、レナト・サンチェス。うん。いや、でももうちょっとね、あるやろうっていう。いやー、残念。はい、ということで、まあ、特にまあ、ガチャもないかな、今日は。他に。ミキサーがひょっとしたら、ND、全然把握してないですね。我がチームのこと。NDS のミキサー。これは全然赤いわ。二人しか来なかった。で、GCS ミキサー。これはいや、全然赤いわ。三人しか来ない。他はスタメンで使ってますが、デッキ使用中ということで。いやー、バンディエラミキサー。いやー、一人足りひん。いや、マスターマスターやねんけどな、バンディエラミキサーも。バンディエラミキサー。ほんまバンディエラはね、いい思い出だ。はい、ということで、ね、残念。本当にね、何もなかった。ということで、まあ、今日は、あとね、アカデミーの方でね、なんかちょっと見たんですけどね、あるかな、なんか。何もないな。前のね、よう考えたアカデミーのやつ。あ、これです。コスト24以上挑戦状、ガチャ券。これがね、忘れ去られてたんでね、これ行きましょう。はい。もうゲットして。そうそう。すっかり忘れてたんですよね、これ。まあ、これをね、決定今日はね、終わりたいと思います。さあ、行きましょう。ラスト。コスト24以上挑戦状ガチャ券。コスト24でもね、追い込まれたら力を発揮する。そんな、そんな自分でいたい。さあ行こう。来た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 。NDS や。この NDS はどうだ？誰やこれ。マチェイ・マクシェフスキ。日本と対戦するポーランドのワールドカップでね、対戦する。ポーランドの選手ですけれども、どうなんだ、右のミッドフィルダーかな、ロングシュート封じ。ははー、なるほど、なるほど。あんまりなんかちょっと微妙っぽいな、やはり。ポーランドの NDS 自体ね、あんまり、ね、微妙やろっていう感じはするんですけどね。はい、ということで、前ガチャ蹴り終えました。まあ、比較的ね、なんか熱い NDS とかね、GCS とか蹴ってる割にはあまりいい感じなかったということでね、まあ、レナト・サンチェスも、結果、まあ、コスト28という形でね、外れでした。はい、ということで。今日の水曜日の、ワサコレ動画、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。